フェルトビーチクルーザー01000、フェルト Z6 フェルトはアメリカカリフォルニア州アーバインに拠点を置く自転車メーカー。日本ではしばしばドイツのメーカーと紹介されることがあるが創業者のジムフェルトはアメリカ人であり、本社は創業以来現在までカリフォルニア州内に置かれている。また、ヨーロッパにおける本部も2017年のロシニョールによる買収以来フランスに置かれている。 FR シリーズ、AR シリーズに代表される、ロードバイク、VR シリーズなどのエンデュランス、グラベルロードバイク、TT バイクや、クロスバイクを生産、販売している。創設者である、ジムフェルトはもともとヤマハ、川崎、スズキ、ホンダなどのメカニックとして、モーターレース用のオートバイフレームを製作していたが、1989年、 自身が乗るためのトライアスロン用自転車フレームのデザインを始めた。このフレームの出来に驚いたプロ選手たちがジムにフレームの製作を依頼するようになる。やがて自転車業界では新興メーカーであったイーストンスポーツから声がかかり、ジムはイーストンの依頼で製品開発に携わることになる。特にトライアスロンとシクロクロスの分野では彼の製作したフレームが いくたのチャンピオンを生み、その評価を確固たるものとした。1994年イーストンを離れたジムは2000年までアンサープロダクツと提携して製品開発を続け、2001年独自ブランドを立ち上げた。これに際し、従来ハイエンドのレース用機材が中心であったものを世界的マーケットで幅広いラインアップを要する総合自転車メーカーへの 転換をビジョンとして事務のパートナーとなったのがアメリカ人ビル・デューリングとドイツ人ミハイル・ムルマンである。ビル・デューリングはワシントン DC で3代続く自転車店経営者の家庭に生まれ大手自転車問屋に就職する。そこで BMX を中心とした自転車の流通、販売ノウハウを得た。一方ミハイル・ムルマンは大学で経営学と経済学を学ぶ傍ら学費を 年出するためにスポーツ用品の輸入販売を営み、自ら自転車店を開業したり、後には BMX やマウンテンバイクの製造をも手掛けるようになった。二人は BMX の販売を通じて知り合い、フェルドブランドの立ち上げに資金面及び人材面で協力することとなる。その後はアメリカとヨーロッパの二極体制で事業を展開し、現在ではロードバイク、 トライアスロンバイク、シクロクロス、BMX、マウンテンバイク、トラックレーサー、軽戒車などラインアップを拡大し、27カ国に140モデルを供給する中堅メーカーとなっている。日本においては GT バイシクルズと同じくライトウェイプロダクツジャパンが総輸入代理商社となっている。フェルトはもともと大規模な宣伝を打たず、 口コミでシェアを伸ばしてきた経緯から日本のスポーツ社マーケットでは地味な印象を拭えなかった。しかし2007年にはアメリカの UCI コンチネンタルプロチームチームスリップストリームパワードバイチポートレに機材供給を開始2010年まで同チームに機材を供給した。2008年にはジロでイタリアのチーム TT で優勝し 同年のツールドフランスにワイルドカード枠で出場した。2009年のブエルター・エスパーニャでは3つのステージ優勝を、さらに2013年のツールドフランスにて、マルセル・キッテルガマーク・カベンディッシュ等の競合スプリンターを抑えついた地メには、マイヨ・ジョーネを切るなど、合計4勝をチームにもたらし、その認知度は着実に上昇している。ありがとうございます。